におけるシックスストロークロールはタンタタタタタンタンタタタタタンっていう感じの32分音符のフレーズなんですね。こうでよくあのフィルとかリズムパターンとかに応用されるのがそれの6連符バージョン。があるんですが、これの練習方法と、まあ、応用方法っていうのをご紹介させていただきたいなと思います。まず6ストロークロールっていうのが16分音符の1発目と4発目をアクセントしたパターン、このまずこの動きをしっかりと掴んで、で真ん中のノンアクセントの2つをダブルストロークにするっていうようなイメージで練習をしてみるといい感じになりますかね。こうしながら手を上げながらダブルストロークをするようなイメージがあるとめっちゃいい感じになりますね。こうっていう感じですよね。で6連符で使う場合はタッ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 タではなくタタッ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 タっていう予備動作で練習できるといいのかな。真ん中の2つをダブルにするとまあ要はね、これをスピードアップさせるコツとしてはアップストロークなんですよね。アップストロークしながらダブルストロークを叩くっていう感覚がいけれたら6ストロークロールのスピードも上がるし美しく、鳴らせれるようになってくると思うんで、アップストロークを意識しながらちょっと練習をしてみるといいのかなと思いますかね。ここのね上腕をこう内旋させる感じですかね。内旋させてアップストロークをこうする感じ、このこて先でやろうとするとなかなかスピードが上がりにくいのでこの上腕をねこうちょっと内側にこうワカチコワカチコさせて、シックストロークロールをする。これを、フィルで使う場合はあの6連符の方を題材させてもらおうと思うんですが、2拍のフィルとして6ストロークロールを1回やってタタタタタタで、まあ、最後タカトンみたいなみたいな感じの、まあ、フィルとして使えるといいのかな。16ビート、16ビートでこの間に6ストロークロールを使うとなんかかっこいいかなと思いますね。こうという感じですかね。さらにですね、6ストロークロールのパターンを、まあ、例えばフィルとして使ったりするんですけど、まあ、なかなかこうかっこよくならへんとかなんかこう白々しくなるなっていう人っていうのはまあいるというか、まあ、必ずそういう壁にぶち当たってしまうとは思うんですが、かっこよく聞かすコツとして始まるタイミングを少し変えるとかっこよくなるしちょっとね自然に溶け込むようになってくるのかなと思いますかね。例えば、さっきの2拍のパターンやったら、タカタタカタタッカトン、3拍目の頭から入ってるんですけど、っていう感じなんですけど、これを2拍目の裏からスタートで半拍長くなるので
タカタタカタタンまで叩いてタカトンを入れてみる。16ビートを使う時もちょっとね始まる場所を変えてみる。スネアから6ストロークロールが始まるようなイメージでいけるといいのかな。さっきまでのフィルはタタタタタタタだったんですけど、タタタタタタスネアからのかなと思いましたね。なんかこう全部ちょっと混ぜ合わせてみるの。シックストロークロールはとにかくコツとしては上げながらダブルストロークを叩くっていうのがコツだと思うので、だからまずシックスストロークロールのこのタカタタカタっていうフレーズをもう延々とやるのではなく、まずはこの、体の動きをこのアクセントの動きをしっかりと掴んでから、その動きの中でダブルストロークをちゃんとこうアップストロークしながらのダブルストロークが鍛えられるようになってくるのかなと思うので、まあ、ぜひねそういう感じでチャレンジをしてもらいたいなと思ってます。はい、そんな感じで本日もありがとうございました。さよなら。